さあ、そしてリング中央でこれかなり厳しい悲鳴が、南の悲鳴が聞こえていますけれども、サードアプリなんとか逃れたいですが、ホール持ってきますよね、これはあれですね、あの指に固まっちゃった、膝だけではなくてね、かなりえげつないでしょ、やり方が、しかもロープに水に寄りにくい体勢で入っているという感じですけども、あーっと、あーしかし、あーロープに手が届いているんですけれども、それを足で踏みつける、ちょっと言いましたね、さあそして背中を思いっきり蹴りつけた後はコーナーに、あっと口出しの、あー2ルキック、これ外した、これは組波はかわした、しかし、あーしかしまだ、わーっと、はい、そのまんま前に落として、女子プロレス独特の技なんですけれども、この技を選手の間でズンマイって言ってるんですよ、ズンマイ、ズンマイ、ズンって言うんですね、あ、なるほど、ズンから前に投げるからズンマイ、なるほどね、あこの音はもう銀でしょ、銀ですよね、サーブを落とすときは、ズンって落とすからズンって、なるほど、ズンマイ、これからね、前女ファンの人ね、今ズンマイですね、あれは、あっとこれは稲見、さあローリングしてタッチ、そして下田が得意の、今日は足が高くなってます、そうですね、あのこの下田選手の調子のバロメーターとも言われているところ、ネックブリガーでどれだけ足が高く上がるかというところなんですけども、今日は非常に高く上がっている、そして息のいい動きが、そしてこのトップロックのネックブリガー、あこれは両コーナーからいきますか、4連発、あっと勢いを持ち出したの、そして今度は綺麗にボディアタックを決めましたけど、韓国、さあ今日はこの下田が乗っています、フィッシャーのスープレックスが、これがどうか、よく技つなげてますね、そうですね、コーナーからベチャで終わりゲームですけどね、ボディペース、はい、ベチャっとボディペースです、なるほど、ベチャっとどうするから、なるほど、ベチャ、すべて疑問が来る、さあ出ました、得意の全部顔面ですね、これ側頭部、なんだっけ、なんだっけ、ローリングソバット、ローリングソバット、側頭部にヒット、まあロープに飛んでのね、ローリングソバットとは、この長谷川オリジナルですけれども、顎です、顎、危ないぞ、カウント2、ギリギリで返したバット、あの首を痛めてるという意味では、あの側頭部への連発かなり効いたんじゃないでしょうか、あーっとちょっとマットがね、やはりマットも控えた、ここでちょっと手が締め上げてるんですね、あーっと一歩ドロップですけれども、あーっとさあ高子バットのもう一歩できますか、斜めになってきましたけれども、さあトップロープから出ましたね、トップ、さあこのままカウント、手締めてますね、締めてますね、手力が入ってない、ちょっと心配ですね、その辺バット、おっと、これももうね、バックロックの体勢からそのままバスターで起こしましたけども、タッチした後、しぐれた手振ってますよね、大丈夫でしょうか、ちょっと心配ですね、さあ、そして、おろすスペシャル、出ました、さあ、今日2発目、おろすスペシャル、さあ、そして、堀田が久しぶりに登場しての2プラット、なんだかフェイスバスターですね、ツープラトンのね、はい、これも2人の息合ってますからね、はい、もう JWP とのね対抗戦では何度となくタッグを組んだこの高く掘ったツープラトン、見事な、まさかこの2人が合うとは思わなかったですよね、この2人のペアが、誰が想像してたのか、それが今やね、もう乗りに乗っているタッグチームという感じになりましたけれども、あ、この辺もトリッキーなプレー、やっぱ下田選手さえてますよ、今日はそうですね、動きが非常にいいですね、考えというか、はい、一瞬の切り返しがこのつなぎもいいが、あっと下が取り上げました、これはしなやかで長い足が飛んできた、下けれども、この辺宮城うまい、トップロープになったホットにドロップキックさせて、さあ下田が、さあノッペルフランチャーズペスイシーダですけれども、さあ宮城選手が落ちちゃった、あそしてもうほとんどバックロック気味に落とすという独特の裏投げ、さあこれも強烈2連発、これ南選手に決めますから誰も決めるってことですよね、しかしこのね身長で
この、ね、高さのある裏投げはかなり効くんでしょうね。さあ南ちょっとブロッキーか、あっとしかしここはよく見ていた、バットに出ました。これはね、このバットの踏み込み、あーっと痛い、これは痛い、あっと危ない、これ大丈夫ですかね。長谷川もろに顔面に食らいましたけどノーガードだったんですが、バットのあのスピンのスピードはすごいですね。あーっと見つかってますよ。これはズンバエをうまくかわして、あっとこれはまた先ほどと同じ攻防ですが、あーしかしここで南がトップロープ、あー出ましたね、トップロープの得意の高子、得意のアームホイップでカウントは2。さあそして今度は堀田そろそろ得意のフルコースに行くのが、あっとこれはうまくかわせるの、あっとしかしテクニシャンの高さを抑え込みだ、危ない、スリーだと思ってた、いやー今カウント3入ってると思いましたけどね、悔しそうに、さすがですね、青波はしゃべれなく感じましたね、すごいですよね、カウントに入るタイミングというかもすごい絶妙ですけども、さあダブルで今度は堀田もやはりこうやって出ました、タイガードライバー、さあカウントは危ない、うん、いやー寸前のところで南がカットに入りましたけれども、さあ下田が今度は攻められます。さあそして今度は赤コーナー、堀田がそのままエルボーを突き刺したね、エルボーだったんですけどこれうまく透かして、あーヒップアタックを切り返してのね、はい、落としました。堀田のエンジンいっぱい遅いですからこの辺から一発いつまないですよ、あっとそしてあえてエンジン透かして、足を取らしてのエンジンを透かしました。さあそして今度はバットと、あっとこれは目が苦しい攻防になった、アサスリング中央では、あーっと、あっとこれは危ない、首を越えているバットがかなり厳しいぞ。さあそして、あー出ましたね、ピラミッドドライバーに行くのか、さあ殺人フルコースだ、ピラミッドドライバー危ない、カウントは返せないでしょう、いやーこれはちょっとこれが将来よりもバットが心配ですね、前場のマーク中央にですね突き刺さりました、この点がですね、その前のバックドロップみたいなのが強かったですよね、はい、あれはもうラリアットとバックドロップの、うわこのピラミッドドライバー、まさにこれはこれ頭から落ちるしかないですよね、さあこれちょっとすごいですね、この技は本当に受けたくないです、ちょっと前場の技はもうエスカレートする一方なんですけど、バック選手はちょっと心配ですね、なるほど、注目の6人タッグは堀田がバットを殺人技で仕留めました、はい、勝者の JWP 参戦組ですが、ものすごいハイスパートな戦いの中、最後連覇の方とピラミッドドライバー出ましたね、狙ってました、狙ってました、はい、連携ではこちらのチームの方が上だったんじゃないかっていう感じしましたが、井上貴子選手どうですか。堀田さんともいつも組ませてもらって、長谷川ともこの間、JWP 行った時組んだんで、結構連携あったんでね、なんか良かったですね、長谷川崎選手どうでした。なかなかやりやすそうによく動いてましたが、堀田さんと貴子さんの手を借りてなんとか頑張りました。ではまたこのトリオで JWP マット、また参戦 3W タッグもありますが頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。どうもお疲れ様でした。第3試合